はい、えー、皆様こんばんは、えー、本日もやってまいりました水曜チラチラ作戦のお時間でございますこの番組はギノワン CTFM81.8MHz でお送りしております他に、えー、スマホですとか PC ではリスンラジオというツールから日本全国で聴くことができます、えー、この番組では、えー、私コギーが 主に沖縄にまつわるさまざまな話題を取り上げましてそこから問題提起をし沖縄をより住みよくするための方法を皆様と共に考えていく番組でございますさて6月といえばですねもうあと10日もすれば6月23日がやってきます6月23日といえば、まあ、沖縄戦終結の日ということでですね昭和20年のこの日に沖縄,戦沖縄戦が終結したというふうに言われております それ以降毎年6月23日はですね沖縄県内の多くの企業が高級日になったりあと学校もですねあのお休みになってこの日はですねまあ慰霊の日としてさっきの沖縄戦で犠牲になった方の方のですねマレを慰める日となっておりますま6月23日をですね何かと政治的な利用政治的なですね目的なり目的で利用する人も いるんですけどもこの6月23日というのはですね沖縄県にとって非常に重要な日となっておりますそのため先ほど申し上げてましたように多くの企業ですとかと学校ではですねこの日をお休みにしているわけなんですけども今年はですね6月23日ということでより多くの方がですねこの日はのお仕事学校を休んでですね慰霊に捧げる日になるのではないかなというふうに思います で、その6月23日は来る前なんですけども、まあ、本日はあの6月13日ということでですね、まあ、その10日前となるんですが、実はこの6月13日というのもですね、まあ、非常に沖縄県にとって、ま、重要な日ではないかなというふうに思います。と言いますのも、昭和20年、1945年のですね、まあ、6月13日、まあ、当時のあの、大田見のルー城がですね、まあ、沖縄県民各戦いという伝言を残して、今の富城区にあるですね、 まあ、防空壕の中で実決を図った日となっております。まあ、沖縄戦では、軍民合わせて20万人の方がですね、まあ、犠牲になって、沖縄を守るためにですね、まあ、戦い抜いた格好になっております。その戦いぶりをですね、まあ、高く評価した大谷の中将が、まあ、そのことをですね、まあ、後世に伝えたいという思いで、先ほど申し上げました、まあ、沖縄県民に戦えるのですね、まあ、伝文を残して実決していったわけでございます。 まあ、ちなみに先ほど20万人もの方が犠牲になったというふうに申し上げましたが、実はこの中にはですね、まあ、内地出身の人もですね、数多く含まれております。内地出身の人があの9万人以上含まれていると言われておりまして、まあ、その中でも、まあ、私の出身地であります北海道出身者がですね、まあ、一番多い、まあ、1万人以上のですね、まあ、北海道出身者が、えー、亡くなったというふうに言われております。 なので、まあ、この戦いをですね、決して沖縄県に大津提出したというわけではなくて、もう日本全国から、あーもう様々な方がですね、まあ、駆けつけ、沖縄を守るために戦った格好になっております。まあそれでですね、まあ、この大田稔中将のあの伝文なんですけども、まあこのですね、伝文というのがなかなか沖縄県民に知らされることはございません。 まあ学校教育の場でも教えておりませんし、まあ、そういったですね、まあ、伝文を紹介するっていう機会もですね、まあ、メディアではほとんど見受けられません。まあ、ですのであの、今日の放送はですね、まずこの伝文をですね、全、まあ、文あの読みしたいなというふうに思います。まあ、ちょっと長くなりますが、あえて、えー、この場で紹介させてください。まずは、えー、この当時のですね、文語体で書かれた文面を紹介いたします。沖縄県民の実情に関しては、 県知事より報告せられるべき、報告せられるべきも、すでに、県は、県にはすでに通信力なく、32軍司令部、また通信の余力なしと認められるにつき、本職県知事の依頼を受けたりにあらざれでも、現状を感化するに忍びず、これに書いて緊急通知申し上げ。沖縄島に敵攻略を開始以来、 陸海空軍方面、防衛戦闘に専念し、県民に関してはほとんど帰り見る糸間中力。しかれども、本職の知れる範囲においては、県民は総専念の全部を防衛召集に捧げ、残る老養婦女子のみが相次ぐ砲撃に打ち、家屋と財産の全部を焼却されるも、 わずかに意味を持って軍の作戦に差し支えなき場所の消防空壕に避難。なお、砲撃か、風雨にさらされつつ、乏しき生活に甘んじありたり。しかも、若き夫人は率先して身を下げ、看護婦、追事婦は元より。砲弾、運び、停止、切り込みたすら申し出るものあり。所詮、 敵来たりなば、老人、子供は殺されるべく、婦女子は後方に運び去られて、毒側に共に去られるべしとて、親子、生き別れ、娘を軍営、軍営門にする親あり、看護婦に至りては、軍移動に際し、衛生兵、すでに出発し、身寄りなき重傷者を助けて、真面目にして、 一時の感情に馳せられたるものと思われず、さらに軍において作戦の大転換あるや、自給自足、夜の中に遥かに遠隔地方の住民地区を指定せられ、輸送力皆無のもの、黙々として宇宙を移動するあり。これを要するに、軍海軍、陸海軍沖縄に進駐以来、終始一貫。 勤労奉仕、物資節約を強要せられて、ご奉公の胸に抱き,抱きつつ、ついにことなくして、えー、本戦闘の末期と沖縄党は実情、形、一目一層、焦土と化せ両養6月いっぱいを支え,うる支えうるのみなりという、沖縄県民各戦い 県民に対し後世特別のご後輩を賜らんことというふうにあの電報を打たれましたまあ、途中ですねあの不明部分がありましてあのちょっと分かりにくいところもあったと思うので言語現代語訳を申し上げます沖縄県民の実情に際して権限上は県知事が報告すべき事項であるが県はすでに通信手段を失っており第32軍司令部も またそのような余裕はないと思われる。県知事から海軍司令部宛に依頼があったわけではないが、現状をこのまま見過ごすことはとてもできないので、知事に代わって緊急にお知らせ申し上げる。沖縄本島に敵が攻撃を開始していこう陸海軍は防衛戦に専念し、県民のことに関してはほとんどは帰り見ることはできなかった。にもかかわらず、 私が知る限り、県民は青年、少年が全員残らず、防衛のために少数に進んで応募した。残された老人、子供、女性は頼るものがなくなったため、自分たちだけで、しかも相次ぐ敵の放爆弾に家屋と財産をすべて焼かれてしまった、焼かれてしまって、ただ気のみ気のままで、 軍の作戦の邪魔にならないような場所の狭い防空壕に避難し、かろうじて砲撃の避けつつも、風雨にさらされながら、貧困した生活に甘んじ続けている。しかも、若い女性は率先して軍に身を捧げ、看護婦や炊事婦はもちろん、砲弾運び、停身切り込み隊にすら申し出る者までいる。同性敵が来たら、老人子供は、 殺されるだろうし、女性は敵の領土に連れ去られて、毒ガにかけられるものだろうからほど生きながらに離別を決意し、娘を軍営の門のところに捨てる親もいる。看護婦に至っては軍の移動に際し、衛生兵が置き去りにした頼れるもののない重症者の看護を続けている。その様子は非常に真面目で、とても一時の感情に駆られただけとは思えない。 さらに軍の作戦が大きく変わると、その夜のうちに遥か遠く離れた地域へ移転することを命じられ、輸送手段を持たない人たちは文句も言わずに雨の中を歩いて移動している。つまるところ、陸海軍の部隊が沖縄に進駐して以来、終始一貫して勤労奉仕や物資節約を強要させられたのにもかかわらず、ご方向の念を胸に抱きつつ、ついに これはあの不明部分でありますが、何々を与えることがないまま、沖縄党はこの戦闘の結末と運命を共にして、草木の一本も残らないほどの焦土と化そうとしている。食料はもう6月いっぱいしか持たない状況であるという。沖縄県民はこのように立派に戦い抜いた。県民に対し、厚生、特別のご配慮をいただきたいことを願う。というふうになっておりますま。このようにですね、ま、あ 沖縄を守るために命を懸けて戦い抜いた方はですね、何も軍人だけではなくて、軍人でない補助士の方もですね、必死になって沖縄県を守るために戦い抜いたということがですね、この伝文からわかるというふうに思います。 まこの展望予備は、ですねまこのようにしてあの沖縄を守るために戦い抜いた方にではですねま感謝の意を持たなければならないですしそれに亡くなった方にはですねまあ心からあの悔やみ、慰霊をしなければならないということをですねま子どもたちに教えるべきだということがあの分かると思うんですけどもただ、沖縄県内のですねま平和教育を見てみますと私、これ非常にいびつなことが行われているのではないかなというふうに思います。3年前のあのあ 琉球新報に出ていた記事なんですけれども、まあ、平和を伝えるためにですね杯原町というところに、まあ、こういったあの施設ができたそうです、まあ、これは琉球新報の2015年1月23日付のですね、まあ、記事から紹介しますけれども沖縄戦時の壕内の匂いを再現したあ周期を書かせるというですね、まあ、そんな施設ができたということだそうです。戦争遺跡 沖縄陸軍病院ハイバル号群20号を平和学習の場として利用するハイバル町は26日から、これは2015年1月26日ですね、えー。沖縄戦の、沖縄戦当時の号内の匂いを再現した周期を公開する。視覚、聴覚に加え、嗅覚による追体験で戦争の記憶を伝承に取り組む。同号で記者発表があり、報道時に匂いを公開した。 当時の陸軍病院内での状況を記したし、記した手記や証言には、号内は死臭、まあ死に、あの、匂いという字を書いて死臭でというふうに書かれております。鼻のつくような臭臭に、はっやゃ催しなどの様子が語られており、血や海、排泄物などがなじった強烈な匂いだとされる。 まあこういった匂いをですね、まあ嗅がせるっていう施設をですね、まあ私たちのデイキンでの作ったっていうことでですね、まあこれはあの非常にとんでもないことだなというふうに思います。で、しかもこの記事の中にはですね、まあその匂いを嗅がせているときの、まあこの施設の職員の写真が写ってるんですけども、この職員の方、非常にあの、ニヤニヤしながら匂いを嗅がせてるんですね、そのひどい匂いを。 まあ、こういったことをですね、まあ、ああ、行うっていうことは、まあ、これいかがなものかというふうに思います。まあ、戦争は、あの、言うまでもなく悲惨なものでございます。まあ、特に、あの、学校教育の場ではですね、まあ、戦争の悲惨さっていうことでですね、非常に、あの、子供たちに喧伝するっていう傾向があるんと思うんですけども、私は、あまり、あの、この戦争の悲惨さは悲惨さっていうふうにですね、まあ、喧伝しない方が、あの、いいのではないかなというふうに思います。 と言いますのも、まあ、この戦争当時の体験ですとか、まあ、そういった状況をありのままに子供に教えれば、まあ、戦争は悲惨なものだっていうふうにですね、まあ、子供たちの方で、あの、自ら認識するものではないかなというふうに思います。まあ、私もあのそうだったんですけども、まあ、小学校、中学校でですね、まあ、戦争当時の,の VTR ですとか、まあ、それからあの読み物を読ませたときですね、まあ、こんなことは二度と起こってほしくないなというふうに思いました。 おそらくこの、他の子どもたちもですね、まあ、同じようなことを考えたというふうに思います。まあこのような、あことを見てですね、えもう一回戦争が起きてほしいなんていうふうにですね、願った子供は一人もいないなというふうに思います。ですので、私はあの戦争の悲惨さがどうなこうのっていうふうに懸念するのではなくて、ありのままに教えるっていうのがですね、まあ一番ではないかなというふうに思います。ところが、まあ先ほど紹介した琉球新報の記事ではですね、まあ、あ 人の死体の匂いですとか、そういったです、ね、ものが混じった匂いをかかせてです、ね、しかもその職員がニヤニヤしているというふうに、もう本当にです、ね、これは沖縄県民として見ていて恥ずかしいぐらいです。まあ、こういったふうにです、ねまあ、戦争の体験をです、ねまあ、悲惨なものだというふうに教えるのに、まあ、どうしてです、ね、顔がにやつくのか、悲惨な体験をです、ねまあ、語り継いでいくためにです、ね、語り継いでいく際にどうして顔がにやけるのか。 私は非常に理解に苦しみます。まあそういったことをですね、まあやっているっていうことはですね、まあ私この人はですね、まあ戦争は悲惨なものじゃない。戦争は、あの、まあいいとは、いいとまでは言わないですけども、まあ私たちにとっては無縁のことだというふうにですね、まあ考えているというふうにしか思えません。先ほど紹介しましたですね、まあ大田ミノル中将のあの伝文の中にはですね、まあ、本当に当時の状況が赤裸々に語られているなというふうに思います。 こういった点文をですね、子供たち、小学校、中学校でですね、きちんと教えていくっていうことが私、先決でゃないかなというふうに思います。先ほど紹介しましたように、交互体はちょっと難しいと思いますので、交互体に加えまして、先ほど紹介した現代語文をですね、しっかり語り継いでいけば、私たちは、子供たちにもですね、戦争というのはどういったものか、なぜ戦争を二度と起こしてはいけないものなのか、そういったことをですね、 あの、しっかりと伝えられていくのではないかなというふうに思います。まあ、あの、学校教育の場特に沖縄県ではですね、まあ、学校教育の場で起きている問題というのは非常に根が深いです、まあ。先ほど申し上げましたの戦争につきましてはですね、まあ、軍、日本軍が、まあ、沖縄県民にですね、えー、自決を強要したということが、あの、しっきりに盛んる しきりに喧伝されておりますけれども、まあ、こういったことばかりをですね、まあ、どん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 教えていく。ある小学校ではですね、まあ、この日本兵が、えー、沖縄県民に自決を命じるという、そういったシーンをですね、えー、劇での演じさせているというところもございます。しかし、あのこの自決命令につきましてはですね、まだあの真相はのはっきりとしていない。むしろ、そのようなですね、あの脅迫は、強要は、 ないという説の方がの有力でありますこれはあの歴史学者のですね畑元彦さんがあの本に出してあの紹介しておりますけれどもまあ、日本軍によるですねまあ、自決供与はなかったというふうには証言しておりますしあと作家の園彩子さんもですねあのこの自決についてはですねまあ、会議的なことを本の中で示しておりますで、あとこの日本軍のですね、えー 自決供与、自決供与を述べる際に必ず欠けている視点があるんですね。それはどういう視点かと言いますと、まあ、防空壕というのは、まあ、空中戦でですね、まあ、砲撃、空中戦での砲撃からですね、身を守る上では非常に有効ではあるんですけども、これがいざ地上戦となってしまいますと、防空壕というのは、あの、かえってあだになってしまうんですね。地上戦で言いますと、 まあ、地上戦というのは、あの、言うまでもなく、まあ、敵兵がですね、沖縄であれば、沖縄の地にですね、まあ、足をつけて、あの、まあ、戦争行為を行うっていう、そういった地上戦、そういったものが地上戦なんですけども、まあ、地上戦であればですね、敵兵に、号の中で敵兵に見つかったときにですね、逃げ場がなくなってしまうんですね。まあ、そういった形になりますので、この防空壕というのは、まあ、地上戦と空中戦のときではですね、まあ、あの、こちら、180度、 あの、有効性が違ってしまう。空中戦では有効に働くんですけども、地上戦ではあだになってしまうというふうにですね、180度違ってしまうんです。まあそういった視点をですね、あの、まあ全く欠落した状態で、まあ日本軍が、えー、沖縄県民に防空港が出ていけっていうふうに、あの、強要したっていうふうに言っておりますけども、特にあの、4月に入ってからですね、沖縄では行われたのは、まあ、空中戦、空爆もありましたけども、地上戦の方が、あの、メインだったんですね。 となりますと、まあ、4月以降、まあ、この日本兵がですね、えー、沖縄県民、一般の沖縄県民に対してですね、防空港が出てきなさいっていうふうにあの言ったからといって、決して、えー、自決を強要したっていうことは言えないというふうに思います。むしろ、まあ、この豪の中で危険に見つかったら、もう命取られちゃうから、もう今のうちに逃げなさいっていうようなですね、えー、ふうに言っていれば、私はこれはですね、日本兵のやったことは正しいなというふうに思います。 むしろ、この日本兵がやったことは、ですね、まあ、沖縄県民、軍人ではない一般の沖縄県民をですね、えー、敵兵の攻撃から守ったということで,で、すね、まあ、これはあの非常にですね、まあ、日本兵のやったことが正しいなというふうに思います。 なので、まあ、この言ったですね、あの、日本軍による、あの、沖縄県民に対する自決供養という話が出たときにはですね、まあ、メディアとかそういった学校教育、メディアですとか、学校教育の場で出てきたときにはですね、じゃこれが、空中戦のときなのか、それとも地上戦のときの出来事なのか、まあ、こういったことをですね、まあ、しっかり検証してから、まあ、その日本軍のですね、行為を、まあ、正しいか、正しいものか、間違っているものかどうかをですね、まあ、判断していただければなというふうに思います。 で、あと、あの、まあ、戦争責任といえばですね、まあ、戦争責任は天皇にあるっていうふうに、まあ、学校で懸念しているところもあると思うんですけども、あの、これも大きな間違いです。そもそも当時のですね、昭和天皇には、戦争を、まあ、開始する権限、終、終わらせる権限というのはですね、ありませんでした。これは、青山茂春さんがよく指摘していることなんですけども、もし、あの、戦争天皇陛下にですね、まあ、戦争を決定する、戦争をやるかどうか決定する権限が、 あったとしたらですね、ま、この大東亜戦争はですね、ま、改戦されなかったっていうことになります。なぜなら、昭和天皇ご自身がですね、この大東亜戦争改戦に非常に強く反対されていたんですね。ご自身が強く反対されている戦争を、ま、権限がある際にですね、ま、実際に戦争に突入するのかって言ったらですね、非常にこれはですね、疑わしいことだなっていうふうに思います。このように、まあ、 戦争に大反対していたあの昭和天皇がですね、昭和天皇が戦争に大反対していたのにもかかわらず、まあ実際には大東戦争が起きてしまったということを考えればですね、これは天皇陛下には戦争を始める権限はない、集結する権限もないということでですね、天皇陛下には何ら責任もないと思います。なのに、あの、このように、なのに天皇陛下に責任があるというふうに教えるということはですね、これは子供たちに間違ったことを教えるということになります。 責任のない人に責任があるというふうに教えるということはですね、まあ、善を悪、悪を善というふうにですね、まあ、180度、事実と180度違うことを教えるということでですね、まあ、子供たちに善悪の判断をさせないようにさせてしまう。子供たちから、まあ、善悪の判断を、善悪をですね、まあ、判断する際の基準をですね、まあ、子供たちからの奪ってしまう。まあ、そういった危険性を私口をははらんでいるなというふうに思います。まあ、今日、 ちょっと1曲かけようと思ったんですけども、あっという間に残り時間が2分になってしまいましたので、ちょっとエンディングにですね、選挙,時選挙のことについてお話したいなというふうに思います。今年の9月には、ですね、この宜野湾市ですとか、あと沖縄市でも市議会議員選挙が行われます。その他の自治体も、ですね、この9月に長議会選挙ですとか村議会選挙が行われまして、こ今年は沖縄県は選挙イヤーというふうになっております。 まあ、沖縄県内のではです、ね、もう至る所で地方選挙が行われているということになるんですけれども、この9月に市議会議員選挙が行われます沖縄市で早くもあの違法行為、公正法違反行為が見受けられました、まあ、私、沖縄市に住んでおりますので、まあ、ずっとあの沖縄市内の状況を見ているんですけれども、まあ、私が確認しただけでも、まあ、3名の方がですで、ね、に事前運動を行っておりました。1名は現職の方 2名はですね、まあ、今回、新たにですね、まあ、市議会議員に挑戦する方っていう形になっているんですけども、まあ、どういった違法行為をしていたかと言いますと、まあ、市内の至るところにですね、まあ、候補者、候補予定者のですね、名前が書かれた上り旗が立っていましたこの上り旗を立てるというのをですね、まあ、沖縄県が制定しているまあ警,官あ警官条例に違反することになります。 で警官条例に違反するだけではなくてこの上り旗というのはですね、公選法の143条公職選挙法の143条に違反いたします名前の入った上り旗はですね、選挙期間中はもちろんのこと選挙期間外であってもあの利用してはいけませんしかもそれをですね 行動の上に置いたりですとか、あと電柱に繰り付けるというのを、ね、先ほど申しましたようにあの、県の条例に違反するというふうにです、ね、なっておりますので、これは二重の違反行為であります。でしかも、まあこの今、今はですね選挙期間中ではありませんので、これは事前運動ということで、129条で禁止されている事前運動の違反にもなっております。まあ、早くもですね 公選法違反が見られたということで,ですねもう私これは非常に嘆かわしいことだなというふうに思いますでちなみにこの1名の現職の方はですね4月に市長選に立候補して落選した諸海里ひろみさんと同じ古憲フォーラムという会に所属している方でした五憲フォーラムと言いますと自称オール大きな縄がですね推している まあ団体、団体というかあの、会派になっておりまして、まあ、そういった方があの、どん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 選挙法、公選法違反を犯してくるっということをですね、まあ、今後、見られてくるのではないかなというふうに思いますので、私もしっかり注視していきたいなというふうに思います。それでは、来週も水曜日の夜8時半にお耳にかかりましょう。皆様、良い1週間をお過ごしください。ご健う